連合。ふぅ。ユグドラシルの完成は間近。一刻も早くオーディンを倒さねば。だが、周りの幻影たちが厄介だ。このままではオーディンに近づけん。雪村たちはオーディンを目の前にして敵に阻まれているようじゃねえ。幻影はあの辺りから湧いているようだ。我らで幻影の元を立ち、チョウンたちを援護するぞ。神明を落とし、敵を止める。なんと、結界で行く手を阻まれているか。術者を撃ち、道を開くのだ。道は開かれた。みな、私に続け。どうやら幻の章を増やしておるのはあの怪物のようだね。あの怪物を全て倒せば幻影も消えるか。ならば葬るまで。うひゃー、幻影どもがうようよしとる。歪みが進んどる証拠かの。しかも怪物たちまで我を失い暴れている。まずは付近の敵を抑え込まねば。オーディンに近づくにはゼウスの力がある。そして倒すには腕輪の力が欠かせ。かの者たちが役目を果たせるよう幻影を片付けねばな。幻影の数が減ってきたよ。ああ、人間たちが頑張ってくれているのだろう。不働き。はい、吹っ飛べ。レッグハザード吹っ飛べ。幻だと分かる。仲間を撃つのは辛いものだな。趙雲殿もそうですか。私もつい切っ先が鈍ります。その際捨てたものではない。通りたきゃ俺を倒していけ。今日はもう勘弁してやる。もはや足踏みする理由もない。前へ出るぞ。記憶に残る勝負を所望する。何、幻影が一気に消えた。これでもう我らの行く手を阻むものはない。雪村殿、今のうちにユグドラシルのもとへ。待て、この先には結界が張られている。術者を探し倒さねば。先には進めんぞ。急がねば術がなってしまいます。ここは手分けして術者を探しましょう。ますます歪みが広がっている。急ぎ探し出さねば。さて出番かね。わしは向こうを探す。かっこいいとこ見せちゃうよ。わしはあちらへ向かおう。そんならわしは向こうを探したるわ。術者は一人だ。全て撃たねば結界は解けんない。大兄上、修行の成果が出たのね。そういえばいい筋肉がついてきてるもの。オーディンはユグドラシルの力で守られる。だがそこへ至る道がない。ユグドラシルに介入する隙があればよい。人間はまだ諦めていないのか。ここ
こまで圧倒的な力を見せつけられながら、なぜ、いや、彼らならそうだろう。吹っ飛べ。私が見てきた人間たちなら、きっと。結界が消えた。行けるところまでユグドラシルに近づくぞ。行け。人間の手でこの物語を終わらせるのだ。ロキ、貴様、自分のしたことが分かっているのか。私にも正直分からないが、彼らの命をここで散らせるのは惜しい。人間謎にほだされるか。やつらと戦わせてくれよ。嫌というほどな。この私を裏切ってただで死ねると思うな。死してなお私のために戦うのだ。何を。バカ、この私。よし、うまくいったな。